やはりお酒に対しても心遣い、丁寧さっていうのがすごい大切にしてるんですが、このお酒を作るための環境、季節で言えば夏、冬、秋にしても気温とか湿度、気圧とかも含めてこのお酒の味を作るのに適した時期にこのお酒を作ってあげようっていう、その環境に合わせたあのお酒作りをする、麹にしてももろみにしても無理なく目指してるゴールに走りやすいので、あの人中心じゃなくてもうこの麹とかも酵母とかの中心で走っていくようにあのやってますね。うちの酒造所でしか出せない味を作りたいですね。でもう一つはやはり酒造所として地域に必要とされるために気軽に立ち寄ってもらえるような酒造所であり続けたいなっていうのがあるので、食とお酒っていうのはやっぱし切っても切り離せないので、うちのお酒にはこういった食材、食事、料理が合いますっていうのをまた提案しながら、そういったメニューとかレシピをあの一緒に添えて、あのお酒とセットで提案していけるようなあの酒造所にしたいっていうのも、こだわりを持っていきたいなっていうのもあります。